抜けてくる。裏へのスルーパス、いいとこありますよ。カンセロへのボール、中央へシュート、決めた。ポルトガルリードを広げました。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですけどね。見事なゴールでした。